いただきますので。これで一回したん？これ多分規定ある。これでしてあんの？そうやったらもう綺麗な色にならへんのちゃうの？ここはもうベテランなんでね、十何年も、15年ぐらいでしょ。水性じゃなくて水性塗っとんのみたいな。あーこれ割れとるやん、これ。どうするのこれ。いや、ほんなん写真あらへんやん。壁もこのタイルには全部黒。あ、もう全部黒。もう全部、すべて黒。真っ黒。真っ黒。それも、うん。わなきゃダメだって。漆黒ばっかり言って。申し訳ございませんでした。なんか。お疲れ様です。恥ずかしがりの2人なんかずっと前見てて後ろ見てくれたりするもうちょっとだけ顔見ていただいてちょっと、ね、ちょっとまああれですけど、まあ、ちょっと2本目だと俺もちょっと雑になってますけど今回ベテラン様で場所がちょっと悪いから確かに車の止め方的に ねいやこれ腕かかっとるよ。それ言わなかったら分かんないじゃないですか。ここはまあベテランなんでね、十何年も十五年ぐらいでしょ。オーナーさんとして来てってことですよね。うん、俺はもうさっきみたいに一回ついてたし、お前何でやんのこんなのちょっとこんなの分からんだろぐらいに言っていいですか。言ってほしい、言ってほしい。心痛むんじゃないですか。すごい。さっきのではちょっと痛んでるのに。この間社長が言ったみたいに、なんで油性じゃなくて水性塗っとんのみたいな。ああ。水性塗料塗ってるなみたいな。あ、これ水性、塗料何とか水性とか。まだ塗ってないんであれですけど。どんどん深掘りしてほしい。なんか言ったらね、それってなんでとか。ああ、なるほど。どこまで答えれるかだよね。そうですね。まあでもまあまあ十何年管理やってきてるから。詳しいと思うんだよ。知識ありますよね。知識あるですよ、ね、そこを切り口しよう。わかりました。0点取って、え、相手の0点取って、わかりました。これで僕の仕事だから。これだって聞いたことよりもっといいこと返ってきちゃったらもう聞きこ、こっちが聞くことがなくなっちゃったらもう向こうの勝ちだからね。勝ってほしいよな。勝ってほしいけどね。あ、右 OK、 左 OK、 あ、 OK、 左 OK、 両方 OK。 ないもう自分で言っちゃってよ。ないない。どうします。はい。あ、お疲れです。お疲れ様です。あ、もうあとどれぐらいで着く？あ、もう駐車場止めて、うん、すぐ30秒ぐらいです。あ、30秒ぐらいで。あ、わかった。はい、じゃあ、オーナーさん多分もうちょっとしたら来ると思うので、はい。うん、お願いします。あ、わかりました。はい。はい。はい。あれ、あれ通るぞ。緊張してるよ、こっち側が。すごい。バレたらいいじゃない。一番緊張するのは大久保さんのはずない。うちらのが緊張してる。了解です。回転の停止。ちょっとこうした。かわいさが一番バレてる。回転の停止って、年数で言ったら、あの頃が上だからね。行きましょう、行きましょう。あ、かけてきて、かけてきて、やばいぞ。あれ、おらんのじゃないかな。上にいるんで、あ、いる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 。見た見た、違うとこっち見た、今。車入ってきたの見たかな。頼む。電話鳴らす。そうです。はい、かけます。シャキやりでこか。あれ、よく繋がった。心痛いですけど、行ってきます。はい、よし。はい、あ、どうも。はじめまして。これめちゃくちゃ気になったんですけど。はい。軽くイヤホン聞こえてる。こういうのってどうされるんですか。このシールは、うん、元々は入ってないんですけど、うん、いつもの内容の方には、うん、あ、間違えた、人によってやつやっちゃった。全然知らないんですよ。こういう箇所めちゃくちゃ多いんやけど、例えばああいうところとか、汚いところ、これどうなったのかなと思って。3箇所ぐらいですもんね、3箇所。いやいや、外周結構、ああ、あれも割れとるし。うん。あれどうしたのかって。足が工事中に割れたんですかね。いや、もともと割れてたんですけど、うん、一応その辺の写真とか撮って、海外車さんの方とかには見せてあるんですけど。これも割れとるし、これも足場工事で割れたんじゃないですか。あと、こういう汚れもちゃんと洗浄かけてくれるんですか。私も今見てこれ洗浄されてるのかなっていう感じなんで、またこれちょっと洗浄だけはさせてもらいます。はい、あー、えらい汚いけど、これできんのかな、ちゃんと。めちゃくちゃ汚いで、これ一回洗浄はかけてあるってこと。ですね、どうしても
焼き付いちゃった汚れとか切れたのあるのでやれる限りは多分あれじゃない笑ってるいやこれはあかんわこれ割れとるやんこれどうするのこれなのでいやほんなら写真あらへんやん写真も撮ってあるので見せてくれなんと分からへんで足場工事中にこれなったかもしれへんやんこの辺りはもともと何箇所か割れてたところが全然違う。いやいやそうやけど写真見せてくれなんと分からへんねこんなんあれじゃんあれじゃん、うん、写真ないの今今回収工事なんやったらうんこれペンキっちゅうのは何水性かなんかで塗んのこれそうです、水性でやんのはいめっちゃ汗かいてるわ笑ってちょっと笑ってちょっとこれもめちゃくちゃ汚いでしょこれちょっと私も気になったんでまたちょっと洗浄の方はもう一度最後にかけさせていただきますのでこれで一回したんこれ多分切ってあるこれでしてあんのそうやったらもう綺麗な色にならへんのちゃうのもうあと一回やったの結構焼き付いちゃったよ、これは擦らない。橋渡ってから来るのは、だからこれもやで言うたら、その工事費に入っとるわけそうです。ほんやったら何回でもやってくれんねや。綺麗になるまで。どうしても取れない汚れもあるので。いや、せっかく依頼しとんねやで、こういうとこもちゃんとやってもらうと。いや、でも僕めちゃくちゃ言ってるからね。聞こえるでしょ。ほんやったらもう工事やめる工事やめさそうかほんやったら。冷静に担当できる限りしてる感じで喋ってます。綺麗になるか。もうやってもらうと困るわ。うん、できてへんとこ容器あるで。で、こういう賭けもあるし。色決めできとんだよね。色決めで一応きとる手だね。色決めしてもらえんだね。はい。で、ちょっと色決めの手。色決めとその塗料の材料とか。材料、塗料。塗料ともに持っていただく形にはなると思うんですけど。色決めの提案ちょうだい。聞いてもらえればいいな。あ、ほんと、今日で色決めの提案やろそうです。うん。まあ、提案くれへん。色は、うん、もう現状に近い感じの色で決まってると思う。うん。そう、大体こんな感じ。なんで、まあ、今外壁、もう今の色よりか濃い色っていう形で。うん、これより濃い色にし、うん、せやな、最終的だわ。このタイル。この SL お願いするかもしれないです。はい。こちらのタイルの方と壁のタイルの面は、見らない。しっかりできたら確立して。やばいよ。今回は。濡れるとこ今作ってませんでしたいやでも茶色にもしたいもんな緊張さんです今のところこの色やけど緊張だし黒とかどうかな思ってタイルですかそうここ濡れへんのここはを塗るっていうことはできるやろまたちょっと塗料になってきますので一応濡れることは濡れるの塗装できるものもあるうちではそんなに扱ったことはないんですけどやってもらうと困んで建物もやってもらえんで大体のタイルはそんなにあの塗装するものではないのででも俺が塗りたいで塗ってほしいクリアとかじゃなくてああ黒全部黒黒でそんなに怖くいったら手塗っちゃうわ壁もこのタイルは全部黒あもう全部黒もう全部全て黒真っ黒それもあの、うん、オグオグもうとにかく建物全部黒で塗る。入ってるもう原因や。あもうできへんやったらもうやらんで。塗らんだけ。もうく全部黒。明らかにただクレーマーや。難しいんやったら自分がしたい色塗れへんってこと？黒っていうのはタイル張り替えとかもないですし。黒がええ。黒がええの。剥がれやすくもなってくると思うんでそれでもいいよ黒それでも塗装されます、うん、そうそうそうそれよりも、まあ、朝食はまあいいんやけどさそれこそほらああいう日々とかああいうのとか全部これ補修かけてくれんのこれこれも足場中にやったやつやろどうせ足場中にやったのかなって足場中あそれ行こうそれ行こうあ絶対もう写真タイル補修とかも一応入ってはないんですけどほらもう絶対最初からなってへんででこういう対応はしてくれるわけ全部できる限りはしてみますけどそのタイル張り替えだとかあのやっぱ女相手に強くいかなかったです言われた通りに取れるところと取れないところはどうか取れるところしか取ってもらうのは困るでお金はしないでほなめちゃくちゃ黒いやほなすごいですまあ、ここも黒く塗ろうかっていう話になってくるんで。
全部暗いで。あんまりその塗料、うん、もう相性良くないと思うので、最後とかには。俺できへんやったら、もうええわ。何でもいいけど、ほんなら社長呼んで、社長。でもどうしたらいいか社長呼んで、うん。自分じゃ対応できへんやったら、ほら社長呼んでもらうと困るわ。でいつもに濁されてやんか、ずっと。社長はごめんなさい、ちょっとこういった現場とかには今関わってない。うん、え、なんで関わってないような会社の社長なん？今はちょっとその、店長とか、そういった形には、うん、社長の目がやっぱり一番苦手なんだ。この辺の、またちょっと見積もり内容が、多分だいぶ変わってきちゃいます、ね。電話してくれ、はよ。電話できへんのか、ほんねたら。電話せえよ、はよ。携帯あるやろ、まあ、電話したらええやんか、ほんねたら。番号知ってねえから。手が怖いんだけど。怖い、怖い。あの見た目でそれだったらいいんだよ。ごめんなさい、何を待てばいいの。見た目なのに、その黒怖さ来たらいいの。ガラッと変わってきますので。まあ、100歩譲って金はしゃあないわ。そちらの方は確認して、私の方からまたお伝えさせていただきますので。なんで連絡取れへんの、社長が。私たちも電話か。番号知っとんやろ？番号は知ってるんだ。ほんならかけたらええやんか。店長とかにかけることは。ほんなら、ほんと店長にもほんなら一回確認してみよう、ほんでたら。よろしいですか？うん、確認したらええやん、ほんなら。すいません。負けたら、負けとる。店長じゃダメだから。お前は店長ええわ、やっぱ。ああ、ええわ。もう社長ええわ、はよ。やっぱええわ。もう、わからん、店長でわからへん、誰か知らんで。俺が依頼しとんやで、ほんでたら、そっちも上の人間出してもらわんと。ちょっと店長の方を出させてもらって。で、店長見て、俺喋ることあらへんもん。社長と喋りたいの。ちょっと社長を出すかどうかっていうのなんでやねん。なんでそうなんねん。の方に戻ればあるので、ちょっと早急にメールか何か納得いくやつ全部持ってきてくれ、ほんだったら。で、俺が思っとる色にも全部しようし、ちゃんと。いやでもね、絶対こんな足場じゃないですよとも言わ。色も全部な、真っ黒、まあ、事前に写真撮ってるんで真っ黒、写真の確認だけします。あ、もう漆黒、もう全部黒。もう無理なやったらもう足場バラしたら、バラしたら、何で黒くしてる。笑っちゃダメだって。笑ってたよ、笑ってたよ。黒に塗るのは、このタイルを黒に塗装するのは、しゆきながら自分で笑ってるから。もう どうなっても、まあええわ、どうなってもええで、漆黒。もうとりあえず黒はすごい。皆さん、私は調べて、ご提案の方をさせていただきますので、また少しチェックする形で。もう俺も黒がええで、これ。絶対黒、もう全て黒、全部黒、壁全部黒。運転者さんとか歩くのにも暗かったり、うん、関係ない、俺がお前やで、とりあえず黒。もう全部黒で、うん、めっちゃいい角度で黒顔見えるな。塗料もごめんなさい、この19の 50cc、 今現状に近い色で発注、うん、もかけてますので、うん、今からこの変形に向かっちゃい、なんでできへんの、こうなるてしまってるんで、ね、それ関係あらへん。黒がいいで、その物を見るのに必要だ。黒になってくるとまたいろいろ黒にもできるところはあるんで。できるやろ、顔見て喋ってる。確かにもう言うたら比率で言うと、もうほぼ黒がいい。ほぼ黒。黒なんで、タイルは、まあ、内服今回入ってる塗装するっていう形の、何言ってもいい。著者でも多分流行語大賞取りますよ、流行語大賞。漆黒で、まあ、黒っていう形ではできるんですけど、色変えれるんですけど。それもう何でもいいわ。今現状黒塗れるとこはよかった。確実に。もう漆黒、もう漆黒で頼むわ、漆黒で。出たね、出たね、漆黒って。暗い感じになっちゃいます。もうめちゃくちゃ暗くていいよ。もう暗ければ暗いほどいいわ。外壁の方はもうこれ、この色でっていう形になっちゃうので。いや、別にそれはそれでいいよ。もうでも黒塗れとかも全部黒塗ってくれ、ほんとは。あと、まあ、舞台部とか、民間枠とか、それは可能です。できますね。黒でどうしてもできないのは、今外壁がもう発注かかって、もうこの色で頼んでますので。もう何でもええわ、もうとりあえず、もう時間かかるやろ、これ。もうとりあえず早終わらせてくれたらええわ、黒で。黒はタイルはごめんなさい。工程表あんの、工程表。早い。もうとりあえず工程表見せてくれよ。工程表見せてくれ。見せてくれ、ほんなるべく巻いて。工程表は早い。このチャンスに出ようか。
このチャンスに出よう。このチャンスに出よう。一週間とかしたらタイルの追加もあげるわ。車入っていこうか。あ、お世話になります。あ、こんにちは。あ、オーナーです。あ、お世話になります。なんかうちの社員が問題起こしようみたいで。そう、なんかでこれ2週間工程なんですけど、はい、これ1週間で終わらせろって。申し訳ないです。やらせていただきます。1週間やらせていただきます。じゃあ1回マイク取ろうか。あの、本当にとりあえず漆黒漆黒言い過ぎ。ちょ、本当にすいませんでした。めちゃくちゃ心痛い。いやだけどちょっと負けとったやん、ちょっと。やばい。もうされとったよね。一言ったら棒勝ちます。ね。めちゃくちゃね。これもずっと寄り添ってくるんで。外のがいいんじゃない。いや本当にすいませんでした。漆黒ばっかり言って。もう本当に。申し訳ございませんでした。もう笑って。本当にすいませんでした。まあまあちょっと押され気味だから余計なんか上から出たよね。慣れとるし、慣れとるし、オーナーじゃないし。俺勝つしかねえと思ってそうなんですよ。めちゃ怖くなかった。怖かったけど無理なことばっかり言ってくれる。強い、一番強いですよ。なのに1週間でやれとか言ってくれるし、でもなんか全部漆黒。入居者の人多分持っちゃいますもんね。あ、入居者かね。はい。あ、なるほどね。そういう時どうするの？でもおるでしょうね。まあ、一応私たちも暗い色にするのであれば軒とかは、うん、まあ、ちょっと明るくなるように、うん、あんまり軒まで暗いと、ね、もう全体的に暗くなるかもっと。ちなみにさ、俺もう一個聞きたいの。社長を呼び出されたらみんなやっぱり社長呼べって結構あるでしょ。あります。社長に電話しようって。どうしようって。社長も今ちょっと工事にはもう現場には関わってないんで、ちょっと社長出すことはもう難しい。ああ、でもなんか俺聞いてるとさ、あいつもそうなんだけど、なんか俺が逃げとるように聞こえるんだよな。別に逃げてはないけど、あの小林の方じゃない、まあうちの責任者であの決定権持ってますんで、そちらの方でもいいですか。あ、小林でこういうことは把握できてないんで、あの上司があの決定権持ってますんでとかさ、結局なんで社長出せって決定権持ってるやつ連れてこいってことでしょ、うん、はい、いやダメだ、社長じゃないと無理だって。さっきはあったら出していいってことだよね。じゃ出すなって言ってるわけじゃないから俺、私の責任ちょっと社長っていうのは難しいんで、うん、一回あの難しいっていうとなんか上から目線になんか聞こえたんだよね。難しいなと、何が答えか俺分からんけど、まあ、小林は逆に判断できないんでとか、小林工事に携わってないんで、でそれすごいいい答えだなと思って、うん、あ、やっぱりやるなと思ったんだけど、難しいなと俺聞いてて、なんか答えがないけど、うん、なんて言ったらいいんだろうね、社長出せって現場で。まあ結局さ、最終決定できる人間と喋りたい、うん、そうそうそう、うん、そこじゃん結局俺も。難しいよね、やっぱりそれよく言われて、うん、悩む、いつも何て言えばいいか。いやもう絶対出したらダメみたいな感じになってたよね。なんか俺それがめっちゃ映ってたもん。なんか俺めっちゃ悪いやつだなと思って。いや僕が一番悪いやつだ。でこれ何、相手で俺こうやって立って喋るのがやっぱそのテクニックなのね。寄り添うみたいな自然ですね。何も考えてなかったです。あっち行ったりこっち行ったりしてた。あ、そうな。普段喋る時どうやって喋るの？なんかあいつと全然違った。あいつはこういう風になんか、で社長呼べって言われても、いやなんとかですって回答ないんだ。いや、あ社長いいや、もうとにかく社長に電話しよう。ロボットダンス。男の感じなんだよな。すごいね。でもいや、うちのレベルはちょっと全国に知らしめれるわ。なんかあんま言うと悪いからみたいな感じにこっちがなっちゃうんで。でそれもうまいかもしれないです。あんま言ってて。いや、それも仕方ないじゃないですか。やるしかねえって。やるしかねえ。しかし、めちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃ痛いですね、ここ。ねえ。僕も、いや、もうまだ知り合ってまだ3、4回しか会ったことないんだけど、はい、もうちょっと遊んどるか。もうちょっと遊んどるか。もう5回、10回は行ってないぐらいで、いや、ちょっと、自分がさ、誰も知らん顔が俺、いつも必要だからさ、手伝ってって電車乗って、鈴鹿から来てるから。朝10時、その駅に。朝も早いし、帰りも遅いし、もうブラックスはもう、漆黒。漆黒。漆黒。流行らせようとしてるでしょ。はい。
でも面白かったね。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。本当すいませんでした。うん、いやまあね、視聴者にでもまあまあ半分ふざけているようにも見えるし、まあふざけて楽しんでますけど、まあその楽しみの中でね、こういうなんか仕事のね、みんなのレベルっていうのを、まあ、今日感じれて、まあ、会社の課題とかね、いろんなことも多分出てくるだろうので、面白いと思いました。はい。またじゃあ応援よろしくお願いします。はい。あとは芝買取レンタルリース リースやってます。お願いします。お願いします。バックオンライン。まあ運送業者が運んでくれるんでどこでも行きます。はい、どこでも行きます。どこでも行きます。あ、運送業の CM とかない？どういうところが？なんか建設業が多いでしょ？そうですね。普段は建築建設、まあそうですね。あと原料と運んでるんですけど。ああ、そういうのもあるで、ね。トレーラーもありますし、ドーンと運びたい現場あるじゃないですか。うん、うん。とかはもううちトレーラー持ってるんで、うん、20トンちょい詰める。だからちょっとね。あとね、今うち乗務員が足りないんで、うん、トラックの台数。運転手？そうです。それも面白ければ、あんな怖いオーナーに来んでしょ、なるの。いや、僕演技ですからね、社長が漆黒漆黒は演技ですから。社長が専務のことを突っ込む仕方ない。あ、すいません。どれぐらい稼げるの？ね、人にはよるんですけど、うち売上の 35% が、従業員の給料なんですよ。要は走ったら走った分だけその後に給料がつくっていうシステムなんで、うん、なんでやる気がある方は全然70万とか80万稼げる人もいますし、うんうん、急にいきなりなんか営業モードみたいな、説明しろ言うたすやん。ほらもう言わん。仕事もなんとかですね。もう人いらない。それやりたかった。もう2回突っ込みたい。はい、お願いします。はい、じゃあせーの。また見てねー。